片岡春夫は、日本の政治家、室長町長、北海道旭川市で生まれる。1971年、泉州大学小学部卒業。その4年後の1975年に、室長町役場に奉職し、室長町教育委員会学校教育係長、農政課長、保健衛生課長などを歴任した。2001年10月16日、 現職の増田十蔵町長の死去に伴う、スッ町長選挙に出馬する意向を固め、スッ町を退職。同年11月18日、同じく新人の河村誠氏を破り、初当選。以降、無投票で2017年の選挙まで、無投票で連続当選。2021年の町長選挙で元町議を破り6選。片岡が町長に就任した当時、 4億円の赤字を抱えた北海道立室病院の損廃をめぐって議論されていた。この問題について片岡は町から病院がなくなることを危惧し、道立室病院の町立遺憾、調律診療所の開設に向けて着手し、2005年4月に室調律室診療所を開設。2018年4月には北海道家庭医療学センターを指定管理者として、 運営を委託した。朝食員時代から寮に出れなくなるほどの出し風と呼ばれる強風が吹くことに着目し、全国初の朝営の風力発電を推進した。町長になってから本格的に展開しており、風力発電の固定価格買取制度の開始に当たって既存施設を含めるようにロビーするなど活発に活動している。2020年8月、 原発の使用済み核燃料から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場の候補地選定に向けた原子力発電環境整備機構の文献調査へ応募し文献調査開始を実現した。開始後20年ぶりに対立候補が立った町長選で勝利し6戦目を果たした。ありがとうございます。